でも近いけどあれだね、背景そんなね、それ仕様になってないね。日付変わった瞬間とかになるのかな。ありがとう。あるんでしょ、その誕生日おめでとうのスタンプみたいな。ありがとう。まだですよ。背景は自分で変えるようになった。そうなの、知らなかった。背景自分で変えられるの。なんでそんなみんな詳しいの。配信してるのいつも。なに、でもそんな感じになってるの。どうやって変えるんだろう。設定、まあいいや、別に今ね当日じゃないしね。進化してますね。知らなかった。今日は私はお仕事なくてお休みで、だからずっと寝てて生活リズム狂ってて、今日なんか今日気づいたらずっと眠ってた。うん、あんま良くないんだけど、ご飯食べ終わったらすっごく眠くなっちゃって、寝ようって思って。夜寝れなく、そうなの。ずっと寝てたわけじゃないんだけど、ご飯食べるためにそれ相応な時間に起きて、うーんって、あ、なんか眠くなってきちゃった、寝ようみたいな。今日天気良かったのにね。せっかく、そうでもなかったかな。全然疲れてない。休みの日はだいたい爆睡するよ。まあそうだよね、そうなるよね。今起きたの、なんか30分くらい前に起きた気がする。1時間かな、あれ。そんな時間までっていうか、ちょこちょこ起きてはいたけどね。えそんなに体力ね回復しちゃって、そんな発揮するものないんだけどね。今夜は長い夜になるのかなって。そうだね、もうやることもちょっとあるのでやりますかね。予想、体力使うものがないんですよ。最初起きたのは普通に、朝は、普通の時間に起きて。たまには体力温存しておく。今温存しすぎちゃってるけどね。今日出てないね外。だから夜ご飯食べてなかったから、まあこの後もなんかいろいろやるしと思って、今ねご飯が炊けるの待ってる。夜更かしは確定ですな。そう、いや今食べとかないとダメになっちゃいそうだなっていう、なんか食材があったりもして、夜ご飯も食べてなかったし、まあ今日はいっかと思って、仕方なしですね。今日はもう深夜飯になってしまいました。明日になっちゃうねー、日付変わる前にご飯炊けるかな。いやーでも嬉しい、こんなあの生活が許されて。明日はちょっとね、ちょっとなんかあります。
忙しくはないですね、全然。明日雨かな。明日雨なの。やだな。雨なんだ。見よ天気。ウェザーニュース。ん？6日。あ、もしかして今雨降ってる？曇りって出てるけど私のには。あ、誕生日は晴れっぽいな。今もパラパラ雨降ってる。ああ、じゃあ今なんだね。まあ夜に降ってもろて。まああんまりね、そんな外出ないから、まあ寒くなったとかそういうのあんま実感できずにいるか。わあ、お腹すいた。ちょうど良きですな。朝方まで降りそう。そっか、来週から気温下がる。おお、ついにコートの出番来たか。コート、コート。朝起きた時寒いなって思うようになった。あ、確かにそれは思うかも。ちょっと寒いなって。衣替えしたの？してない。結構前にしたので、なんかいけそう。秋短いよね。ねー、なんかこの秋になったら、テラスでカフェみたいな誰か誘ってってすごいやりたかったのに、結局一回もしないで。この間ハーブス行ってクレープ食べてみたいなのしかやってないよ。元気かい？うん、めっちゃ元気。あ、バレた。今日もサニー T シャツ。うん。これレッスン着でずっと着てたけども、レッスンすることないからもう部屋着とかしてる。油断したらもうずっと。ずっとサニー T シャツ。もう手抜きだよね。わかる。まあね、室内はまだちょっと、あ、蒸し暑いかもみたいに感じる時あるよね。何？クリスマスの壁紙にキノコ必要なのみんな投げてって、どういうこと？あ、さっきの話？この壁紙が変えられるみたいな。髪は束ねてるの？うん、束ねてる。いや今日久しぶりに、いや分かんない、今日初めて声出してるから。そう、全然喉の調子が悪いとかじゃなくて、準備できてないってだけで、心配しないで。全然一つ会って喋ってないから、寝てたからね。店員さんと、うん、だって外出てないもん今日。そうだよ、おやすみ。
いやもうさ、人が家に来たばかりだから部屋が綺麗でいい、快適、とてもいいね。別にパーティーっていうよほどのパーティーしてませんけど、ご飯食べただけだから、パーティーなんてそんな大それたもんじゃ。S 系っていうのやめれる？やめて。みんなでご飯しました。一人だと独り言言っちゃってる私。いや忙しかったりすると結構独り言、その確認作業みたいな感じだけど、そんなに今頭の中せかせかしてないから独り言を言うこともないかも。フォンデュ的、あーこの間食べてたやつ、そうチーズフォンデュ。料理振る、そんな料理っていう料理もそんなにしてないけど、そんなね、ね、ゆいゆい会いたいですね。話したいこといっぱいありますね。あれがヨーロッパから買って、あれってどれだろう、器、チーズも出てた。うん、あれは全然違いますよ。ネットで買いました、ポイントで買いました、無料でしたから。溜まってたのポイントが結構、それで勢いで買っちゃいました。そう、新しく、そうそうそう、食器がおしゃれでね、食器はほんとね好きで自分で集めてたりするからね、カトラリーかわいいの集めるの大好き。だからこういう時ほんとに役立つ、いつ使うのってね。そんな何枚も何枚も買って、大家族じゃあるまいしっていうね。一人暮らしでそんな絶対ね、お皿なんてほんとね2、3枚あればこと足りるのにさ、買っちゃうんだよね。ほんと引いてきてね、来てもらわないと使う機会がないから。もうちょっと幅広げたいですね、作れるものの。食器屋さんとか行くの、あんまり食器屋さんっていう専門店には行かないけど、でもインテリアショップが好きだから、そのコーナーを見るとかはあって、そう、お皿はねほんとその時いいと思った時に買わないとなかなかね出会わないからね、ピンときたもん、ピンとくるものに。うん、家具全般そうね、好き好き。もうちょっとで新しい椅子が届くので、それが楽しみ。ピンとくるポイントどこ、大きさとか質感かな。
ソファー系の椅子、うん、ダイニングチェア。サイズと質感、あ、もちろんデザインも、まあ全部だよね全部全部。でもやっぱ大きいものを選っちゃうかも。大きいものに惹かれがち。家具はコルトと、いや本当だよね、ピンキリだよね。私高いからいいってもんでもないけど、まあ高い方がまあいいことはね多いから買えないよね。そんな何十万とかする。レンタル家具とかあるんだ、いいね、それ良さそう。あ、なんかご飯がすっごい炊けてそうな、めっちゃ盛り上がってる音がもうちょっとで炊けそうな予感がしてきたぞ。早く炊けて。あ、いいなと思ってもびっくりする値段することね。そうだよね、ね。親友がこの間、親友の実家からお家からお米プレゼントされました。めっちゃ嬉しい。ありがたい。やっぱね、お店行ってお米買うと重いからね。茨城のお米ですよね。お米ね、高いしね。助かる。いや、あと10分ぐらいで炊けるんじゃないか、お米。頑張れ、炊飯器。頑張ってくれ。一度でいいから、りんちゃんの手作り料理食べて。いや、ほんとやりたいけどさ、でも、みんなの分作るの大変。どうやってんだろうね、そういうイベントの人たちって。私はやっぱりみんなには、そうそうそう、そのビーフストロガノフを食べてもらいたいなと思うんだけど、だってさ、そういうイベントって振る舞ってどんだけ大きいお鍋を用意したらいいの。重機をこう用意してみたいなそんなレベルの想像つかない。無理無理、そんな100単位の3桁単位でのものなんて。お米だってね、炊き出し本当だよ。そうそう、ショベルカー的な、今に使うくらいだ。そう、私も今同じものを想像した。難しいよ、だってお肉もやっぱいいもの使ってさ振る舞いたいじゃない、そういう時。自分で食べる時は普通のスーパーのお肉コーナーに売ってるなんかのお肉の切り落としみたいなの買うんだけど、でも人にこう提供するってなった時は絶対なんか専門店とか行ってグラムで買ってるの。ある種ドーピングというか。ふるさと納税でいい。ああ、確かにふるさと納税しなきゃ。ねえ、それでさ、最近さ、すっごい今一番楽しみなことがあって、
ご飯系で言うと、なんかすごい私 YouTube だと気まぐれクックさんをすっごい見るのね。お料理とかお魚系の大好きだから、初めて気まぐれクックさんのところで買い物をしたそれがすごい最近楽しかったことかも。すぐ売り切れちゃうのいつも。私はあ、そうなんだ、ちょっと今度見てみよう。あ、髪の毛一本抜けた。まあ、そんな話はどうでもいいんだけど、そう、食材、今までそういうことしたことなかったんだけど、なんか前回、去年かな、去年にこう北海道で大量発生しちゃったカニ、ちょっと漁師さんを困らせちゃって大量発生しすぎて他のね生物とかそういう量に影響が出ちゃうぐらい大量発生したカニの、ある種類のねカニさんが出て、それをなんか気まぐれクックさん経由でこう売るみたいなふうになってて、で去年その動画見た時はもう販売開始してから結構時間が経っちゃってたからいいなと思ったのに買えなくて、うわーって、もっと早く見てれば買えたのかな。そのカニも売ってるだけじゃなくて実際にね YouTube でこういう調理をしたら美味しく食べれるみたいなのも紹介されてて、うわいいなーって。そうで、こないだたまたま YouTube を開いたら一番もその配信されて20分後ぐらいとかにそれを開いて、そう、そしたら変えて早い段階で、なんか今も再販とかしてるみたいなんだけど、オオズワイガニ、あ、それそれかも、それだそれだ、うん、いやー、それがね変えたのが嬉しくて、多分もうちょっとしたら届くんだけど、いやそれがすごく嬉しい初めてそういうお買い物をしたから、そう、もうちょっと時間経って今お家にある食材が減ったら気まぐれクックさんが出してる出汁を買いたいの。なんだっけ、出汁の地図だっけっていう名前だったけど、それがすっごい気になってずっと売ってて、ご本人もすごいそれをおすすめされてて絶対美味しいんだろうなと思って、めちゃめちゃ高いんだけどね、でもすっごい欲しいなと思ってる。ある時包丁も売ってたんだけど、それはもう売り切れてて買えなくて、私の里じゃない、多分それお野菜の方じゃない、里じゃない方が欲しいの。カニ届いたらちょっと買おうと思ってて、思った、そうだからカニさわーいと思って頼んだけどさ、絶対一人で食べきれないからさ、また人を誘うかも、誰か一緒にオオズワイガニ一緒に食べようって。誰空いてるかなね、誰か付き合ってほしいな。出汁の地図、それ、あ、それそれそれ、めっちゃ気になってるの、楽しみ。でもカニって何が一番美味しいのかな、やっぱ塩茹でかな、なんか凝ったのやってみたいよね。次はゆゆさ、でもゆゆ今忙しいからな、だって舞台あるでしょ今度ね、多分今それの稽古してるはずだから忙しいと思うので、またタイミングを見て誘いたいです。会いたい、しゃぶしゃぶな、そっか、なのかな、何がいいかな、お稽古が大変みたい。
人数がやっぱり少人数だとね、その分出番も増えるだろうし、原さんと、あ、そうそうそう、私がこの間出てた0時間で主演やってた方多分一緒なので、新公演もあるから大変だね。あ、そうだよね、そっかそっか、もう12月から始む、本当に始まるのだとしたらそうだよね、メンバーって今めちゃめちゃ忙しいはずだよね。なんかそのこん、昨日だっけ、一昨日だっけ、あ、一昨日ぐらいかな、久しぶりにこうメンバーと会って話して、なんか自分で全然知らないことが多いんだなと思った。でもいや、それはその分の物理的にみんなと会ってお話しすることがなかったから、知らない話があるのも当然なんだけど、今こういうことをやってるよとか、これが大変なんだみたいな話を、大変なことだけじゃないけどね、楽しい話はもちろん聞いたりしたけど、会わないとこんなに聞く話すべてが初めて聞くものになるんだと思ってそう、現役チームから聞いたりして、いいよね、楽しそうだよね、まあ、終わっちゃったけど出張公演行ってたりとかいいなと思って。私はもう今何か地方でお仕事あったとしても、こうメンバーと一緒ではないじゃない、やっぱ一人で、岡部凛一人でこう呼んでもらってっていうことがあるから、あってもねになっちゃうから、そう、誰かと一緒にっていうのはもうグループで活動はしてないから、それはいいなと思った。確かに、だからね、メンバーってなるとやっぱお仕事っていう意識はもちろんあるけど、やっぱり遊びに行ってるって感じがしてうん、まあ、誰かとこうロケとかだったらもうちょっとね、そういう感じ出るかもしれないけどね、今はやっぱ一人だからね、ずっと。一人も好きだけどね、思い出しちゃう、やっぱり。自由の時間多くなりましたか？自由しかないよ、今。自由も自由。ご飯のいい香りしてきた。絶対もうちょっとで炊ける。わーい。フリーダム。そうだね。ご飯のお供は？いろいろ日付変わったけど、でも炊けたよーの音が鳴らないからもうちょっとだと思う。この間スーパー行ったらいくら売ってたな。作りたいな、イクラの醤油漬け。すっごい高いけど、でも私今まだ自由、あの自由じゃっていうか使えるポイントがあって、それで買えちゃうんだよな。
ポイントっていいな。そう、高いなと思ってもポイントで買えちゃうんだよなと思って、買っちゃおうかな。結構溜まってるね、ポイント強いよね。え、経験、そう、経験もポイントで買った。最近ずっとポイントでお買い物してるな。楽しそうやねってきた。うん、楽しい。ポイント貯めるはず、ずっと貯めてるね。ずっと貯めてる。最近ペイペイの方も貯まってきて嬉しい。楽天ポイントは持ってないな。ポイ活、みん結構時々ポイ活って出てくるけど、あんまポイ活って言ったことないな。そんな流行ってるの？ポイ活って言葉。いいな、ポイントでディズニー12回行けるのに誘う人に、すごいね。ディズニー12回でもさ、一回一人行ってみたら、一人ディズニー絶対楽しいと思うんだよ。私一人 USJ やったから絶対次一人ディズニーしようと思ってる。乗り物とかそんな乗んなくていいから、ご飯を食べるだけに雰囲気楽しむだけ。でもソアリンぐらいだったらもう一人で行けそうだな。わーわーみたいなやつはちょっとさすがに勇気いるけど、ハリポッター一人で行ったんだよ私。もう怖いものないよね。意外と一人でディズニー行けちゃったらもう一人でしか無理になっちゃいそうだな。あ、いいね。そう、一人ディズニーしてカメラで風景撮る、いやーいいね、やりたいな。ディズニー一人の人結構いる。うわ、すごい勇気の出るコメント、いいね。やろっかな今年中に。一人ハリポタ行けたら一人お野菜、余裕でしょ、全然余裕。そこ返さずに行けるよ、お野菜。え、こないだ、あのさ、あれハマってるって言ってたじゃない、あの冷麺で、冷麺ってどこが有名なのかなって調べたら、ぴょんぴょんなんとかでところに、それがなんだっけ、有名らしくて、なんだっけかな。で、おー、ご飯で聞こえる、聞かせなくてもいいか。ご飯が炊けた。ほんでそれで冷麺がすごい食べたくて、そのお店行って、もう一人で行って、案内されたテーブル4人テーブルのとこで、そこで一人で食べた。もう余裕、もう何でもいけちゃう私。ね。強い。誕生日一人焼き、だからその冷麺だけじゃなくて、なんかそのセットでお肉も何枚か食べれるみたいな感じだったから、もう一人で、寂しい、待って、悲しい、じゃ寂しいよなと思わないで聞いてほしいけど。
もうスマホでこうアニメを見ながら焼肉焼きながらみたいな最強一人ナイトプール、あんまりナイトプールに興味がないからな。それはいいかな。最強の女でそ？もんじゃ焼きだけは一人で行けない。うわどうだろう、それはないな。確かにもんじゃ一人では行ったことないな。それどっちかっていうともんじゃは作るのがめんどくさいから、あのお相手に作ってもらいたい、その面倒を省きたいがために誰かと行きたい。お店の人が作ってくれるパターンだといいんだけどな。でももんじゃを作るのを楽しむのはもう結構前に経験済みだから、もういいかなってもう誰かに任せたい。ちょっと蓋だけ開けてこようかな。よいしょ。もんじゃ基本こっちで作る感じですかね作ってもらいたい。ご飯できたよご飯できた、もう食べよう。わーいって感じですよね。私別にいつもこの時間に食べてるわけじゃないからね。今日たまたまですよ。今日しょうがないしょうがない、寝てたから。今日早そう、早だけでもう待てないと思って。普通に炊くのとさ早だけでって何が違うんだろうね。やっぱちょっと違うのかな、出来上がり。あんま気にしたことなかったけど、明太子あり、明太子ないですな。てかチーズフォンデュのチーズめちゃめちゃ余ってて、このチーズどうやって消費しようって感じ。温める。共同生活的配信、確かにみんな音だけしか聞こえてないもんね今ね。ね、すごい生活感出てる。ね。何チンしてるの？チンじゃなくて、なんか温めてます。なんか今見てるさアニメとかも全部最新話まで追いついてしまって、見るものなくなっちゃった。追いついちゃったの全部。IH、 そうです IH です。何見てるの？この間言ってたテンスラも見終わっちゃったし、ダンダダンっていうやつ、これずっとあれだね、いつも飛ばしちゃってたけどジャンプで今も連載されてるやつだね。もう見終わっちゃった、最新話まで追いついちゃったし、
リゼロも追いついちゃったし、だから今ずっと次の配信されるの待ってるみたいな状態でないんだよね。なんだなんでもまだ見始めたばかりなので、どんな感じかまだわかる。でも面白い面白い、今までに見たことないジャンルだったから面白かったかも。だんだんだん漫画は読んでないですね。やっぱこのさ、やだ途中のやつ見始めるの、やっぱ全部完結してるのを見たいね。無理、待てない。次の配信とか次の新しいお話が公開されるまで待てなくなっちゃう。どんなアニメです？あ、だんだんだん、なんか宇宙人とお化け？わかんない、階段の話？説明できないや。ごめんね、なんかみんなのこと暇つぶしみたいな感じで使ってごめんなさいね早く寝たいだろうに。いいの、優しい、ごめんねいつもですか、ね、いつも暇つぶしに使われてると思ってるの？それはごめんなさいすぎるな。楽しいから、あ、よかった、そんな楽しい話できてると思ってなかった。まず秘密言わないんだっていうここの方ね、嬉しい、ここの方ね、もうちょっとだね、ちょっと衣装好きなブランドのところで用意してもらえそうで、それが嬉しいです。チーズかけご飯ではないね。めっちゃ楽しみ、嬉しい、ありがとう。私もなんか知らない企画があったりするので、なんだろうって思いながらいつもの恒例のものもあるんだけど、ちょっと違うこともしてみようかみたいな感じで。どこのブランドですか？お洋服？シスタージェーンっていうところのお洋服がすごい好きで、そう、そこの可愛めのお洋服っぽいので。楽しみすぎて下見して、どんな感じのとこだった？私もちょっと写真でしか見てないからあれだけど、岡部臨試験のヒント、ごめん作り終えてないからヒントあげられないよ全部終わってないのよ。シスターチ、うん、シスタージェーン、シスタージェーンってとこ、大きなビル、へえ、そうなんだ。みんちゃんの予習めっちゃしといて私周りの問題が出るので。もう明後日だけども、え、そんなことないでしょ。6、7、8、あーでもやばいね、近いね、やばいですね、間に合います。私間に合わせる女なので、かっこいいもう誕生日は出ないだろうな、出ない、それは出ないでしょ、もうダメ、それはもう知ってて当たり前です、ダメ。よし、じゃあまたご飯食べるね。い
つもじゃないからね、この時間食べてるのね。ごめんね、みんなありがとう、私のこのお腹すきすきタイムを紛らせてくれてありがとう。明日やろっかな、配信変わる瞬間やるかもしれない。減量中だったらごめんね、変な時間にこんなご飯食べるとか言ってすみませんね。いやありがとう、ごめんね、ありがとう、やろっかな明日、ありがとう付き合ってくれて。じゃあまたね、バイバーイ、おやすみなさーい。